会長のカツラ、2021年3月26日撮影。会長のカツラは、島根県雲南市大東町中湯石にある国の天然記念物に指定されたカツラの巨木である。指定名称の会長は、当地の旧村名である。日本国内に7県ある国の天然記念物に指定されたカツラの一つで、地元では、鏡の宮と呼ばれる、日原神社の境内に生育している。 正確な樹齢は不詳であるが、カツラの巨木として、日本国内有数のものであり、1937年4月17日に、国の天然記念物に指定された。会長のカツラ松江市会長のカツラの一伸びたしみき。2021年3月26日撮影。会長のカツラは、島根県東部に位置する雲南市東部の会長地区に、あり。 天然記念物に指定されたカツラの巨木は、日川の支流の一つ、赤川河畔の海町温泉から約1キロメートルほど、上流の砂岩に鎮座する日原神社の三道石段に面した西側に生育しており、本樹の所有者及び管理者は、日原神社である。日原神社は、奈良時代に書かれた、出雲国風土器の、日原社に否定される、論者で、社殿の周囲に、 鏡の岩と名付けられた石英が露出した岩があり、この岩が天候によって周囲の樹木等を鏡のように映し出すことから、日原神社は鏡の宮とも呼ばれている。かつては松江市と旧大東町を結ぶ島根県道24号、松江木月線の道路に面していたため、桂の根元のすぐ側を多くの車両が行き交っていたが、今日では拡幅した県道が、 赤川の北岸をバイパスのような形で新設され、迂回しており、カツラの木は交通量の少なくなった旧剣道沿いに生育している。カツラは私有一種であり、会長のカツラは岡部であると言われている。国の天然記念物に指定された他のカツラの巨木と同様、主観はすでに朽ち果てており、その基部は大きな穴として残っている。その穴の周囲を7本。 または八本の染み木が大きく伸び、南側の直立した大きな染み木が主観のようになっている。根元の周囲からは大小多数の彦コバが芽吹いており、この彦コバを入れた土材の周囲は20メートル、近い巨大なものである。地上1メートルでの範囲は約14メートル、樹高は約30メートル、枝張りは40メートルに達している。カツラの巨木として、 有数のものであることから、1937年4月17日に、当地の当時の村名である、会長村を冠した、会長村のかつの名称で、国の天然記念物に指定され、同村が1956年4月に、大東町へ編入された、翌年の1957年7月31日に、今日の指定名である会長のかつへ、名称変更された。 日原神社の社務所にある高さ30センチほどの木彫りの仏像は、明治維新直前の神仏分離の混乱の最中、このカツラの折れた枝から掘られたものだという。同じ日川流域の上流部に多群を食い相町に、ある国指定天然記念物、竹崎のカツラ同様、この地方では、たたら製鉄にまつわる、御神木として、カツラは大切にされてきた歴史があり、 会長のカツラも日原神社と地域の人々によって大切に守られている。ABC 会長のカツラ文化庁、ウェブサイト、2021年4月24日閲覧。AB 会長のカツラ文化庁、ウェブサイト、2021年4月24日閲覧。ABCD ホンダ、ピアニッシモ、180から181。ABCDE 渡辺、P324。 ABCDE 宮田村ピアニッシモ461から 462ABC 文化庁文化財保護部監修 P138ABC 真根県の歴史散歩編集委員会編ピアニッシモ128から 129ABC カの巨木雲南市役所ホームページ2021年4月24日閲覧会長のカツラオーダーウェブミュージアム 2021年4月24日、閲覧。ありがとうございます。